ん、体がかゆい。何しているんだ、霊夢。あ、博士。最近体がかゆすぎて困っているの。お風呂でよく体を洗ってないからだろ。うるさいわね。ところで霊夢、体にイボができて痛くはないか？体がかゆいことに加えイボができている。もしかしたらが食後中に感染しているのかもな。はは。笑い事じゃないんですが。というわけで視聴者のみんな、我が研究室にようこそ、真田虫博士だ。助手の霊夢だよ。今日は今霊夢に感染しているかもしれない恐ろしい寄生虫、が食後虫について解説するぜ。よろしくお願いします。まずは我食後虫の概要についてざっと説明するぜ。分類は常虫、体長は3から12ミリメートルほどだが個体により様々だ。なんだかもやしみたいだね。もやしが食べられなくなるからやめなさい。はい。収縮種はまだ見つかっておらず、成虫は発見されていないことも特徴だ。ちなみに成虫の見つかっていない幼虫のことを、コジノムシという意味で虎虫というぜ。虎虫ってなんだかかっこいい名前だね。あと収縮種って何？寄生虫は他の個体に寄生して栄養などを摂取し、成虫となることで子孫を残しているんだ。この時寄生する相手のことを宿主、最終段階における宿主のことを収縮種と言うんだ。なるほど。ということは、寄生虫は収縮種に寄生することで初めて子孫を残すことができるんだね。その通りだよ。さて、話が少し脱線してしまったのでが食後虫の話に戻ろう。こいつが感染すると大きく分けて2つの病形が現れる。1つは皮膚型と呼ばれるもので、体にコブやイボができる。やがて体全体に広がり、痒みや痛みを伴うようになるんだ。今の私みたいな症状だね。さらにそのコブを潰すと、中からが食後虫が出てくるんだ。うわぁ。気持ち悪すぎる。こいつは体内で爆発的に増殖するから、気づいた時には全身がが食後虫まみれになっていることも多い。そうなると言語障害、運動障害などの神経症状に陥り、致死率は9割弱にも上るんだ。皮膚型に関しては摘出手術が主流なんだけど、数があまりにも多いから全てを取り除くことは難しいのが現状だ。めっちゃ怖い寄生虫じゃん。またもう一つの症状として内臓型と呼ばれるものがあるんだ。内臓型は皮膚の病変は見られないけど、体積や内臓積に結節や腫瘍ができて、骨の病変も見られることがあるんだ。でもこの方は X 線 CT や超音波診断などによって早期発見ができるほか、甲状中薬であるプラジカンテルによる治療の成功例もあったりするんだよ。聞けば聞くほど怖い寄生虫だね。でも、治療法がある程度定められているのなら安心。なのか？自問自答するんじゃないよ。だってこんなにヤバい寄生虫がいると思うと怖くて。確かにそうかもしれないな。でも博士、ちょっと気になったんだけど。どうした霊夢？寄生虫って宿主からの栄養をもらうことで生活しているんだよね。そうだね。それなのに体内で爆発的に増殖してしまったら宿主が死んで共倒れしてしまう気がするんだけど。良い質問だね。が食後虫は虎虫だと言ったよね。そこがミソなんだ。どういうこと？が食後虫が人間に侵入した際、人間は収縮種ではないため成虫となって子孫を残すことはできない。つまり有性生殖による繁殖ができないんだ。確かにそうだね。では幼虫状態で個体数を増加させるにはどうすればよい？わからない。実はな、が食後虫は個体数を増加させるための方法として無性生殖するんだ。まさにそれがが食後虫の特徴である体内で爆発的に増加する理由だと考えられている。なるほど。確かに無性生殖なら有性生殖と違って繁殖にかかるコストが低いから、たくさん個体数を増やせるもんね。だから摘出が難しくて致死率も9割とこんなに高いんだね。その可能性が高いだろうね。ねえ博士、この恐ろしい寄生虫はどこに生息していてどうやって人間に感染するの？それが全くわかっていないんだ。え？ってことはすぐ身近にいるかもしれないし、気づかないうちに感染しているかもしれないってこと？否定はできないな。でも安心してくれ。が食後虫の感染例は110年余りでたったの18症例しか記録されていないんだ。そのうち日本からの症例は6例だ。
これだけ感染例が少ないから、収縮種も生息地も感染経路もわからないことが多いんだと思うぜ。そうなんだ。とても珍しい寄生虫なんだね。日本での症例が多いのはちょっと気になるけど、そんなに気に病む必要もないかもね。ああ、霊夢が感染した時は私が責任を持って研究するよ。ふふ、ありがとう。ねえ博士、が食虎虫について他にわかっていることとかないの？そうだなぁ、ここからは生物学的な話が多くなるんだが、が食虎虫は、真の虎虫である可能性が高いということがわかったんだ。真の虎虫？ああ、が食虎虫には成虫が存在せず、幼虫のみが存在するかもしれないってことだ。人で言い換えるなら、大人はおらず赤ちゃんのみが存在する世界線だな。不思議だね。でもどうしてそんなことがわかったの？もともとが食虎虫は、人体内で動き回ったり脳内に侵入したりする性質から、マンソン列島上虫によるマンソン虎虫症との類似性が挙げられていたんだ。だけどマンソン列島上虫と同一個体なのか、近縁個体なのかよくわかっていなかったんだ。他の寄生虫と似ていて正体はわかっていなかったんだ。それが真の虎虫であることにどう関係するの？両者の違いを比較するためにゲノム解析をしたんだが、それが重要となってくるんだ。ゲノム解析って？全ての動物は遺伝子という設計図を持っており、それを単行本としてまとめたものをゲノムと呼ぶぜ。ゲノムを構成しているのは A、T、G、C という4つの文字列であり、それらの配列の違いを比較することをゲノム解析と呼ぶんだ。ちょっと難しいなぁ。ちなみにこの配列のことを塩基配列というぜ。ゲノム解析の結果、マンソン列島上虫のゲノムは約8億塩基対で、遺伝子数は22,162個。それに対しが食虎虫のゲノムは約6億5000万塩基対で、遺伝子数は18,919個だったんだ。これらの情報から新たな系統樹が作られた結果、が食虎虫とマンソン列島上虫は別種であることが分かったんだぜ。なるほど。またが食虎虫のゲノムに存在するここの遺伝子を詳しく調べた結果、いくつかのホメオボックス遺伝子群が欠損していることが判明したんだ。また難しい言葉が出てきて混乱しちゃう。ホメオボックス遺伝子っていうのは生物が正しく発生、分化するのに重要な遺伝子だ。詳しい説明は話が難しくなるから省くけど、要するにホメオボックス遺伝子がないと正常に発生することができないんだ。そうなんだ。じゃあ、この遺伝子が欠損しているってことは成虫になれないってこと？誤解を恐れずに言えばそうだね。厳密に言うと、正常に発生することができないから生存する上で不利となり、子孫を残せないんだろうね。なるほど。またが食虎虫の個体発生や、有性生殖に関与する遺伝子の塩基配列を調べた結果、10個の遺伝子について選択圧がかかっていないことが分かったんだ。選択圧？生存する上であんまり必要じゃないってことだよ。以上の理由からが食虎虫には成虫段階が存在せず、幼虫のみが存在すると考えられているんだ。そうなんだ。きっとが食虎虫には成虫となって有性生殖するよりも、幼虫のまま無性生殖することで個体数を増やした方が生存上有利だったんだろうね。様々な繁殖戦略があって面白いよな。博士の話を聞いて疑問に思ったんだけど、とても珍しい寄生虫なのにどうやってゲノム解析とかできたの？実はな、が食虎虫の人工的な増殖、維持、形態に成功しているんだ。え、どうやって？1981年にベネズエラで感染した患者さんからが食虎虫を採取し、それをマウスのお腹の中で飼っている状態なんだ。そうだったんだ。それなら研究に使うのに申し分なしだね。少しずつ正体が明らかになってきているが食虎虫なんだけど、分布や感染経路、収縮種は不明だし、人が他の動物に捕食されない限り行き止まり宿主なのにどうして絶滅しないのかなどなど、依然として謎は多いままなんだ。今後の研究が楽しみだね。ああ、今日はこんなところで解説を終わるぜ。霊夢、お疲れ様。謎に包まれたが食虎虫？怖いけど、面白かったわ。博士、今日は解説してくれてありがとう。どういたしまして。というところで今回の動画を終わるぜ。
ご視聴ありがとうございました。